東京の評価について、率直な感想ですが、全般的に非常に高い評価が与えられており、非常に嬉しく思っています。これまでの努力が着実に実ってきつつあるというふうに思っています。今回、評価委員会の報告書で、高い評価を得られたことは、今後の活動に大きな弾みになっていきます少子活動もいよいよよ終盤戦です。 イスタンブールやマドリード、マドリードというライバルも国軍をかけ頑張っています。武田理事長をはじめチーム日本が一つになって9月7日の最後のその瞬間まで全力を尽くします。確実なそのオリンピックを計画、そしてそういった我々の計画の卓越さがこの報告書によって裏付けられたものだというふうに誇りに思っております。 この2020年に東京で最高の大会を経験できるということを今後とも積極的にわれわれはアピールをしていきたいというふうに思っております。